スジャータがお送りする日本日記。 Hello everyone、 スジャータです。どうしたの、元気ないじゃん。日本の大学院でテクノロジー勉強してるんだけど、研究開発がうまくいかなくて壁に当たってるの。悔しい。こんにちは、はじめまして、コルクの佐渡島陽平と申します。っていうか、いや、スジャータさんと一緒に悩みたいな。私と一緒に？ How？ 僕自体はいつも普段漫画を作ってて、コルクっていう会社でも漫画を作ってるんですけども。え？漫画？そう、スジャータさん、僕はもともと講談社、モーニング編集部っていうところで漫画の編集者をやってたんですね。それでドラゴン桜とか宇宙兄弟っていう作品を作って、で2012年にコルクっていうクリエイターのエージェント会社を起業して、今僕は結構仏教っていうのがこの世の中に向き合う上ですごく重要だなっていうふうに思っていて、それで日蓮に興味を持ったんです。マーベラス、ドラゴン桜、宇宙兄弟、わあ、私も読みました。アメリカでも有名ですよ。でも漫画と日蓮さん何ですか？日蓮宗の影響っていうのは日本人が今思ってるよりもずっとずっと大きな影響を与えてるだろうなっていうふうに思っていて、それで日蓮がどんな人かっていうことを考えるっていうのは僕自体も興味があるなと思って、日蓮の漫画を作ろうと思った。どんな漫画ですか？基本的には日蓮の一生っていうものを追いながら漫画とエッセイを組み合わせたあなたは尊いっていう本なんですけども、面白いなっていうふうに思ったのが、多くのお経はもう、中世世の中が苦しくなっていく中で、日蓮はあなたの悲しみ苦しみ、それは否定しなくていいと、あなたの悲しみ苦しみは全部尊いんだ、あなたの存在自体が尊いんだ、 ある種の多様性、今よく言うダイバーシティとかSDGs みたいなことを解釈した人じゃないかなっていうふうに思って、その日蓮の教えっていうのを漫画で面白く伝えてみたいなっていうふうに思ったんです。才能ないんじゃないかなって悩んでる私ですが、日蓮さんならどんなアドバイスをくれるのかな？日蓮さんはね、その人に寄り添うっていう感じだったんだろうなと思うんですけれども、囲碁が強い青年が自分は才能がないっていうふうに思って悩んでるんだけれども、その青年と日蓮さんが何をしたのか、その青年の悩み、才能がない、自分は社会で生きていく才能がないと思った時に日蓮さんが何をしたのか、結構スジャータさんの悩みに寄り添えるんじゃないかなと思います。はあ、こんなわけわからん坊さんに負けるんじゃ囲碁もダメそうだな。意味のない時間を過ごし、ナム妙法蓮華経、負けて本気で悔しくなれるものがあるんじゃな。自分より強い奴に会って自分の実力を知り悔しいと思う、その気持ちを才能と言うんじゃろう。わお、すっごいシーンですね。私今すぐ読んでみたくなりました。そういえばさっき漫画とエッセイが組み合わせているっておっしゃいましたよね。仏教っていうのはいつも多くの人にそのお経の内容を分かりやすく伝えるためにいろんな工夫がずっとされてきたなと思うんです。今の時代にお経の内容、法華経の教え、日蓮が考えていることを伝えようっていうふうに思ったら、漫画で結構サクッと日蓮さんが何か考えてるのか分かるようにして、その上でエッセイで補足していくっていうふうにすると、その日蓮の考え、法華経の考えっていうのが世に伝わるかなっていうふうに思って。なるほど、スジャータみたいな若い人たちにも分かりやすくなっているってこと？漫画の中だといろいろだからふざけさせてもらってて、主人公がね、なんか夜中に誰かと出会うと、あれアイス買いに行くの？問いかけたりだとか、800年前にコンビニあるわけでもないんだし、そういうふざけたねセリフとかをいっぱい散らばしたりだとかしてたりとかするんですけど、うん、確かに身近に感じますね。佐渡島さん、すごいです。ところで佐渡島さんの会社はどうしてコルクなんですか？コルクっていうのはワインをねコルクで栓しますけれども、いいワインを後世に残したりだとか海外に運ぼうと思うといいコルクで栓をすることが必要である。コルクという会社が関わると
漫画だったりだとかが後世に残り海外に広まる、そういう会社にしたいなと思ってコルクっていう社名にしたんですけれども、そのコルクの皆さんが瓶詰めしたこのワインじゃなくて漫画、あなたは尊い、残念な世界を肯定する奴の物語、今の読者さんに広まりそうですね。あのスジャータさんもねそうだと思うんだけど、現代の人の悩みっていうのを、才能がないっていうふうに思ってるとか、死別の苦しみだったりとか、800年前も今も人間が苦しんでること悩んでることは変わんないんですよ。日蓮の言っていること、寄り添い方っていうのは全て今の僕らにも寄り添ってくれるので、最先端のビジネス本を読む必要なく、日蓮がどう思ってたかっていうことを知るのにこの本を読んでもらえればなと思います。わかりました、ありがとうございました。コルクさんの漫画あなたは尊い、本当に楽しみです。誰でも研究やお仕事がうまくいかないこともある、悔しい、それは私がその研究に really 本気で世の中を良くしたいって思ってるからこそ悔しいのよ。そう、私は日蓮さんの前でも恥ずかしくないくらい本気で研究やってます。だからきっとうまくいく。悩みはどこかに吹き飛びそうだね。そういえば近所のお寺の本土で日蓮さんの像がドーンと構えているんだった。今から日蓮さんのお寺のお参りに行って I can do it、必ず研究やり遂げますってお約束してきます。お寺に行こう。スジャータでした。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくね。スジャ、またね。